今日はね、ちょっとこう本当はやりたくないんですけど、心霊のですねガチャガチャというのを見つけてきましたので、開けていきたいと思います。まあ夏がね近づいてきて、まだ梅雨ですけど、夏になってくると肝試しですとかね、ちょっとこう怖いあのところ行きたくなったりとかする方もいらっしゃると思うんですけども、このガチャガチャはお家にいてちょっと怖い体験ができます。じゃあ開けてみます。こういう、はい、本日買ってきたのはこちら心霊ライトでございます。まあ、知ってる方もいらっしゃると思うんですけども、このライトのスイッチを押しますと、こういう光がですね実は出まして、この光の先にちょっと怖いものが映ってるというものになってます。そしてもう一つ、2個ね買ってきました。こちらも心霊ライト、まあ、紫と黄色でね、まあ、2色ねありますので、まあ、違う絵柄がね出ると思いますので、ね、これから試していきたいと思います。とその前にですね、まあ何が出るかっていうラインナップがありますのでご紹介いたします。うわーちょっと怖えな。残虐な遊戯、なんだこれ。引き裂かれた老人、これ怖いですね。真夜中の訪問者、うわ一番これやばいな、これ。ああ、鳥肌立ってきた。憎しみの結末。これもよくわからんな、これ。人ですね、これ。人がこう立ってるの。あ、次。これ怖えな。迫り来る雲女。怖っ。そして、恨みの視線。うわ、全6周。うわ、これは、ちょっと怖いね。まあ、でもちょっと個人的にはこれが一番怖いですね。やってみます。はい、ということでですね、今部屋の電気を真っ暗にいたしました。それではスイッチを入れていきたいと思います。まずは黄色からです。いきます。うわ怖い、くっ、うわやばい、うわうわうわやべやべ、え、超怖いじゃんお前、やべやべ、一回止めよう。うわ、怖っ、寒っ、寒っ。もう一回いきますよ。うわっ、やっべえ、超怖い。これ相当怖いっすよ。手元はね、今こんな感じ。で、照らす先は、ううふふ。やばい。怖っ、やばっ。ちょっとこれ一人でやるもんじゃねえよマジで。じゃ続きまして紫いきます。くっ、なんだ、人ですね、人ですね。あ、これあれだわ、なんだっけ、ちょっと怖すぎて、最初のやつが怖すぎてちょっとど忘れしました。マジ怖え。これなんだ、人か。でも全然最初の方が怖かったな。うわー、はい、ということでですね、戻ってきましたけども、すんげえ怖いですこれ。すげえ、心霊ライトやりますねこれは。結構ねビビります。超真っ暗の時にこれ使ったら超怖かったな、今これ。舐めてました。ちなみに今回出たのは、こちらの真夜中の訪問者と憎しみの結末。こちらの2つが出ました。まあこの中でね、僕がちょっと怖かったこの雲女とね、真夜中の訪問者。この2つのうち1つまこ出ちゃったっていうのはね、ラッキーなのかちょっとねえラッキーじゃないのか微妙なとこですけど、とりあえず怖かった、これ一番怖い。ぜひね皆さんも
まあ、夏に向けてこういったちょっと心霊グッズ集めてみてはいかがでしょうか。よろしければチャンネル登録の方お願いいたします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。